フォールアウトは本当に自信持ってできてた。バンバン飛んでもんなもん。だってアイスショーとかで一緒に練習するじゃないですか。する時とかさ、もう10分ぐらいで4回転飛ばない。俺たちアップしてからやっとアクセルまで行くのに、アップでアクセル飛ぶからちょい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 みたいな感じになっちゃうから、もうコツコツ教えて、コツ どうやって飛ぶの、どう、なんかどうアクセルとかってさ、どういう感覚で飛ぶの自分の中で。アクセルはもうなんかとにかく壁にぶち当たっていく感じ、うん、壁にぶち当たっていく感じ。壁、まっすぐな壁があって、うん、そいつにピタッって寄り添う感じ。こうってこう寄り添ってくって感じのイメージ、うん、じゃあそのように子供たちに指導していきたいと思います。ありがとうございます。これ必要なの？